ポケットモンスターポケットモンスター赤緑、ポケットモンスター赤緑は1996年2月27日にニンテンドーから発売されたゲームボーイ用ロールプレイングゲームポケットモンスター赤とポケットモンスター緑の総称である。この項目ではポケットモンスター赤とポケットモンスター緑及びこれらの別バージョンであるポケットモンスター青と ポケットモンスターピカチュウを扱う。本作のリメイクについては、ポケットモンスターファイアレッドリーフグリーンを参照すること。任天堂 t e ー d 3DS 用バーチャルコンソール版については、後述するバーチャルコンソールの節を参照すること。ポケットモンスター赤とポケットモンスター緑は、ポケットモンスターの一作目であり、カードゲームやアニメなどの関連商品やメディアミックスを含めた、 ポケットモンスターの名を冠する最初の作品である。パッケージのポケモンは赤がリザードン、緑が不思議バナ。このゲームの主な目的はすべてのポケモンを集めてポケモン図鑑を完成させることであり、それに付随するシナリオとしてライバルとの競い合い、悪の組織との戦い、各地のポケモンジムへの挑戦、勝利の証であるバッジを8つすべてを手に入れる。 すべてのバッジを手に入れた者だけが進めるポケモンリーグで4天王との対決という一連の流れがある。このシナリオのプロットはポケットモンスターオメガル BE アルファサファイアまでほぼ同じ形で共通しており最初の作品でありながらもすでに赤、緑の時点で基礎が出来上がっていたと言える。赤と緑の主な違いは特定のポケモンの出現率。 出現するポケモンの種類の2点で、シナリオやテキストに違いはない。口述の別バージョン、青、ピカチュウも含め、ニンテンド64のポケモンスタジアムシリーズ全てに対応している。赤、緑という色は、主人公が最初の1匹を選ぶため提示される3種のポケモンが、それぞれ、炎、水、草タイプのポケモンであることから、その中の炎を、を層をイメージする。 赤と緑が選ばれた。選択の経緯について、田尻里氏は感触である青を外したと語っているが、書籍によっては、任天堂のキャラクターであるマリオとルイージに、ちなんでいるともされる。なお、この3タイプから1匹目を選ぶ導入は、以降のシリーズに踏襲されている。最初のポケモンは、人影、ゼニガメ、不思議だね。なお、本作を、赤、緑と、 バージョン分けしているのは最初に発売された日本だけであり、海外では赤、青の2バージョンで発売されている。海外版、ブルーの内容は日本語版の緑に準じている。ポケモンの種類の多さを取るか、ポケモンにニックネームをつけられるようにする方を取るかという選択に関し、スタッフたちの間で意見を募集したところ、ニックネームを採用した方が良いという声が多く上がった。 そのため、ニックネームを付けられるシステムを採用したが、これが容量を圧迫することとなり、当初は登場するポケモンの数が100匹以下まで大幅に削減されてしまった。しかし、その後、容量の増加が確保され、151匹まで出せるようになった。一方、容量が増加したことで、本来であれば300匹ほどまでポケモンの数を確保することも可能であったが、 他の要素も拡張したいというスタッフの意向から最終的には151匹にまとまった。基本的な部分は同じながらも一部内容が違うゲームソフトを2バージョンに分けて発売するという手法を用いたのは本作が初となる。2つのバージョンに分ける意味付けとして異なるバージョン同士で通信をしないとすべてのキャラクターが手に入らない通信交換で 姿が変化するキャラクターがいるという点などが挙げられる。ソフトの売り上げを伸ばす策略として、以後同じようなシステム、販売方法を採用したゲームが登場した。発売発集の出荷数は赤、緑合計で23万本程度だったが、翌年以降からアニメなどのメディアミックス化の影響で長期的ブームとなり、ロールプレイングゲームにおいて販売本数世界一を記録した。 この圧倒的な売り上げにより、終わりに向かっていたゲームボーイ市場は上向きとなり、携帯ゲーム機市場そのものが復活した。また、これにより後のゲームボーイカラー、ゲームボーイアドバンスと新たなプラットフォームが誕生することになる。バグが非常に多いことでも有名であり、特殊な操作方法でミューを出現させる裏技や、 ポケモンのダミーデータである結番を出す裏技など、インターネットが浸透していない時代にもかかわらず、全国的に噂が広まりよく知られていた。発売から長い年月が経過した現在でも、初代ポケモンのバグを探す、構図化は多数存在し、バグを利用して、ゲーム設計を逸脱する試みも行われ続けている。2017年には、アメリカ・ニューヨーク州ロチェスターにある、 国立ストロング博物館が発表するビデオゲームの伝道ワールドビデオゲームホールオブフェームに選出され、殿堂入りを果たした。ポケットモンスターシリーズの根幹をなす、収集、育成、交換、対戦は、すでに本作の時点で完成しており、最新作まですべての本編シリーズに受け継がれている。またストーリー面でもポケモン図鑑をもらい、それを完成させつつ、 各地のポケモンジムを攻略していく、またその道中で悪の組織と対峙していき、その悪事を食い止めるという、大まかな流れは完成しており、ポケモンジムが3分以降は試練に変わるという変更はあったものの、おおむね最新作までその流れは受け継がれている。ゲーム自体は、オーソドックスな RPG のシステムを採用しており、フィールドでは民家に出入りしたり人物と話をしたりする、ことで、 シナリオを攻略するための情報やアイテムを入手することができる。また丸い球場のオブジェクトはアイテムでこれらを拾い集めるのも攻略の一環である。戦闘画面では向かい側の自分と向こう側の相手のポケモンが斜めに退治する形になっており戦う道具、ポケモン、逃げるのコマンドを駆使して切り抜けていく。フィールドの草むらや洞窟を歩いていると野生の ポケモンとの戦闘が発生することがある。また、トレーナーに話しかけたり彼らの視界に入ったりすることで、トレーナーとの戦闘が発生する。どちらも同じバトルではあるが、後者は逃げることができず勝利した場合には、賞金がもらえるという特徴がある。野生ポケモンとの戦闘では、 道具コマンドからモンスターボールなどのボールを使うことで野生ポケモンを捕獲し自分の仲間にすることができる。仲間にしたポケモンはゲーム内イベントで人からもらったポケモンと同じように育成や交換が可能。ポケモンの能力を表すパラメータは HP、攻撃、防御、素早さと駆種の5項目が存在する。HP は体力を表し、 例になると、瀕死状態となる。攻撃は、物理攻撃力、防御用は、物理防御力を表す。素早さは、行動順を決め、値が1でも上回っている方が先に行動できる。また攻撃が、急所に当たる確率にも関わる。特殊は、特殊攻撃力と特殊防御力の両方を兼ねている。ステータス画面で実際に見ることができる。前述の5つの能力値は、 三つの要素とレベルから算出された最終的な数値で、三つの要素とはそれぞれ、ポケモンの種類ごとの能力、生まれつきの強さ、基礎、ポイントを指す。ポケモンの種類ごとの能力は、ポケモン一種類ごとの能力を数値化したもので、例えばサイドンの攻撃が高く、素早さが低いのは、攻撃のポケモンの種類ごとの能力が130。 素早さのポケモンの種類ごとの能力が4 2設定されているからである。ただしこれは能力の傾向とでも言うべきものであって、個体差と基礎ポイントにより実際にステータス画面で見られる能力値は様々である。なおミューを除いたすべてのポケモンのこのパラメータが任天堂公式ガイドブックポケットモンスターよび n i n 公式ガイドブックポケットモンスターか緑。 青全体を改訂版など小学館が発行した任天堂公式の攻略本に記載されていたが、ポケットモンスター金銀発売以降に出版されたポケットモンスターシリーズの公式攻略本では数値は記載されず、大まかな能力の傾向のみが掲載されるに止まっている。生まれつきの強さはポケモンの個体差を表す数値で攻撃、防御よ、素早さ、 各種の4項目それぞれに存在する。HP の生まれつきの強さは、前述の4項目の値から算出される値のため、独立した項目としては存在しない。ゲーム中でポケモンを入手した時のこれらの値は、乱数であり、4項目すべての最高の素質を持ったポケモンもいれば、すべて最低の素質しかないポケモンもいる。例えば、大木戸博士からもらったばかりのレベル5の、 人影のステータス画面での数値が、HP19 攻撃、10防御よ、9素早さ、12と、クシ種11の場合もあれば、HP20 攻撃、11防御よ、10素早さ、13と、クシ種10の場合もあるのは、この値がそれぞれ違っているからである。隠しパラメータではあるが、ゲーム内で手に入れたばかりのポケモンであれば、レベルと現在の能力値をもとに、 内部パラメータの計算式を利用することで間接的に確認することができる。基礎ポイントはポケモンの5つの能力それぞれに独立して存在する能力ごとの経験値とでも言うべき要素。ゲーム内で人からもらったり捕まえたばかりのポケモンは5項目とも例外なく例だが戦闘で相手のポケモンを倒して経験値をもらうたびに その都度倒したポケモンの種類ごとの能力5項目それぞれと同じ値を自分の5つの能力にそれぞれ対応する基礎ポイントとして蓄積する。例えば、種類ごとの能力が HP、105攻撃、130防御用、120、素早さ、40特殊、45であるサイドンを倒して経験値をもらった場合、 自分のポケモンの基礎ポイントの5項目にもそれぞれ HP、プラス105攻撃、プラス130防御、プラス120、素早さ、プラス40と殊、プラス45のように同じ値を加算していく。基礎ポイントが蓄積されるとレベルが上がった時の能力の伸びが大きくなる。またポケモンをパソコンに預けるだけでも基礎ポイントは能力値に反映される。 攻撃の高いポケモンを倒すと、攻撃が伸びやすくなるといったような攻略本ではよく見られた解説は、この仕様をぼかして表現しているものである。生まれつきの強さについては、同じ種類のポケモンでも捕まえるたびに能力が違う、という NPC のセリフで、基礎ポイントの効果については、野生のポケモンよりも人が育てたポケモンの方が強い、という NPC のセリフで存在が示唆されている。 基礎ポイントという単語は本作の時点で説明書とゲーム中でも直接登場するが具体的な定義までは後のシリーズの公式ガイドブックで解説されるまでは公式には公表されていなかった。当時でも赤、緑、青、ピカチュウやポケモンスタジアムのニンテンドー公式ガイドブックでは同じレベルでもそこに至るまでの戦闘回数が多ければ多いほど能力はよく伸びる。 故に経験値の少ないレベルの低いポケモンを大量に倒し、対戦ルール規定のレベルまでに能力を高めた方がいいといった解説は見られた。これらの能力に関する仕様は一部の変更がありつつも、続編の金、銀、クリスタルバージョンまで採用されたが、その次のシリーズである、ルビーサファイアエメラルド、ファイアレッドリーフグリーンでは、全般的な仕様の変更が施されている。 ID ナンバーは、プレイヤーデータに割り振られる、セーブデータ固有の番号で、ゲームを最初から始めるで新規にプレイした時に、0000 00から65,535までの中からランダムで一つが割り振られる。これをゲーム中で変更する手段は一切ない。また、所持しているポケモンすべてにも、この ID が記録されており、通信交換以外のゲーム中で自分で手に入れた。 ポケモンにはこのプレイヤーの ID が記録される。このポケモンに記録された ID が、プレイヤーの ID と同じ場合には、自分で捕まえたポケモンと判別され、違っている場合には、人からもらったポケモンと判別される。人からもらったポケモンは戦闘で得られる。経験値が1.5倍になるメリットと、バッジを持っていないということを聞かないというデメリットがある。舞台となる。 関東地方を含め、ポケモンの世界の地方には、ポケモンジムと呼ばれる、ポケモントレーナーの修行場が8つあり、そこには、ジムリーダーと呼ばれる強敵が存在する。バッジは、ジムリーダーに勝利した証となるもので、入手すると様々な効果があり、特に、シナリオ進行に深く関わっている。非で、無技と呼ばれるフィールドで、使用可能なポケモンの技の使用条件を決めるのがこの、 バッチで、例えば、秘伝技波乗りで、海の上を渡らないと、シナリオを進めることができない状況であるにもかかわらず、波乗りのフィールドでの使用条件でもある、ピンクバッチを持っていない場合は、このバッチをもらうために、特定のジムリーダーを倒さなければならない。また、バッチは通信交換で入手した、親が違うポケモンに命令を聞かせるという効果があり、例えば、交換した、 レベル30以上のポケモンが必ず言うことを聞くようになるという効果のブルーバッジを持っていない状況でレベル30以上のポケモンを先頭に出した場合そっぽを向いた昼寝を始めたといった反応をして命令に背き技を出さないで1ターンを向いに過ごすということが起こるミュウを除いたすべてのポケモンを捕まえてポケモン図鑑を完成させることを目指す一人の少年とそのライバルの物語 続編すべてに共通する、このストーリーについて、石原つねかずは、少年の一夏の冒険という、いわゆる多感な思春期の冒険談というコンセプトから生まれたものだと語っている。旅立ちは自宅から始まるが、この時テレビからは映画、スタンドバイミーを連想させるような場面が流れており、それを眺めた主人公は旅立ちへの決意を新たにする。やがて主な目標が、 ポケモンリーグで勝ち進むことに定まっていき、旅の目的として8つのポケモンジムを巡りリーグ、出場資格を得るということも兼ねるようになる。主人公トライバル、ポケモン博士、8人のジムリーダー、4天皇、チャンピオン、悪の組織というキャラクターの枠組みは続編にも受け継がれている。舞台となる関東地方は関東地方をモチーフとしており、 街の名前は色ろ名前に由来している。関東地方という単語自体はゲーム中で道具、タウンマップを手に入れる前に一度目にする機会があるのみであり、地方という概念が広まったのは続編の金、銀が発売されてからである。ポケットモンスター青は赤、緑の別バージョンの一つである。パッケージのポケモンはカメックス。 赤と緑の違いと同じように、青もポケモンの出現率と出現するポケモンの種類が、前述の2バージョンとは異なるが、それに加えて、オープニングシーンの一部、図鑑のテキスト、ポケモンやフィールドのグラフィックデザイン、メッセージウィンドウ、NPC とのポケモン交換イベントが異なる。特に出現するポケモンの違いについては顕著で、赤、緑では、 NPC との交換でしか手に入らない、ルージュラやベロリンガなどのポケモンが野生で出現する。また、捕獲が難しかったケンタロスは交換イベントで手に入るようになっており、能力の高い個体を手に入れる際には重宝する。蒸気以外の相違点として、クリア後に入れるダンジョンななしの洞窟の内部構造が独自のものになっている。青は当初一般販売はされず、 二回にわたって、小学館の月刊コロコロコミック、別冊コロコロコミック、学年誌の軽発誌の通信販売限定という形で販売された。価格は送料、消費税込みで3000円。一回目は、小学館側の想定をはるかに超える注文が殺到し、受注発送システムはパンクしたとされる。この人気を受け、第一回からの発誌に加え、茶を、 チョコミ、別コミ、チーズを追加した12市に拡大した2回目の通信販売を行う。前回の代金未収などのトラブルもあってか、今度は受け渡し場所がローソンにされた。これらの限定販売を経て、1999年10月10日に3000円で一般販売が開始された。一般販売されたものにはパッケージ裏面にバーコードがあるが、通信販売されたものにはなく、 代わりに、小学館の文字が入っている。ポケットモンスターピカチュウは、赤、緑の別バージョンの一つである。劇場版ポケットモンスター第一作、ミュウツーの逆襲の公開記念として発売された。それを表すように、パッケージの側面には、ピカチュウザ・ムービーのロゴがある。パッケージのポケモンは、タイトル通りピカチュウ。開発段階での歌唱は、ポケットモンスター機。また、 赤、緑、青にあったバグの多くが修正されている。本作の冒頭で主人公の仲間になるピカチュウには以下のような特徴がある。なお、これらの特徴があるのはゲーム冒頭で大き戸博士からもらったもののみ、通信で他のピカチュウを送り込んでも普通のポケモンと同じ扱いである。また、野生のピカチュウは出現せず通信交換せずにピカチュウを 複数種に入れることはできない。151番目のポケモン、ミュウはゲーム中にて、その名前と発見された場所、ミュウツーの親であることが明らかとなっていたが、ゲームを正規の手順でプレイしているだけでは決して目にすることのない隠しキャラクターである。しかし発売からおよそ1ヶ月半後、1996年4月15日発売の月刊コ,コロコロコミック市場にて、 幻のポケモン、ミューのイラストとタイプが公開され、抽選で20名に、このミューをプレゼントすることが告知された。これを皮切りに、同年7月15日発売の月間、コロ,コロコロコミックにて再度プレゼントの告知がなされた。この時の当選者数は100名で、応募数は8万通以上であった。その後も、幾度かミューの配布は行われ、1997年に、 幕張メッセで開催された Nintendo Space World 97では、抽選で当選した10万名にプレゼントするという大規模な配布も実施された。Nintendo 64専用ソフトとして発売されたポケモンスタジアムシリーズは、本作との連動をある意味前提とした内容となっており、特にメインの要素である対戦モードでは、本作で育成したポケモンを出場させることができる。 その他にもギガバイトカートリッジのセーブデータに記録されている手持ちのポケモンとボックスに預けてあるポケモンを整理したり、所持しているアイテムをスタジアムのカートリッジに移動して保管することもできる。基本的に本作には続編である金、銀以降の作品と異なり、ゲーム内で入手したアイテムを他のカートリッジと直接やり取りする手段は一切存在しない。そのため、 所持数の表示はされるにもかかわらず、マスターボールや特定の技マシンのように一つのセーブデータで一つしか手に入らないアイテムは使ってしまえば、そのセーブデータでプレイしている限りは二度と使うことはできなかった。しかし、ポケモンスタジアム金銀の発売以降は、同作のアイテム整理機能、カラーケースを使うことで、間接的に他のカートリッジとの商品アイテムなどの、 移動が可能になった。ポケモンスタジアムとポケモンスタジアムにでもアイテム自体は預けられたものの ID ナンバーが異なるセーブデータでは預けたアイテムを引き出せず他のセーブデータとのやり取りには使えなかった。後に発売されたポケットモンスター金銀クリスタルバージョンではポケモンの通信交換に上位互換性が実装され金銀から新たに追加されたポケモンや技が 無なければ、ある程度プレイを進めた時点で赤、緑、青、ピカチュウとも通信交換できるようになる。また赤、緑、青、ピカチュウのポケモンでは、あまり有効活用できていなかったパラメータに、アイテムが設定されたほか、既存のパラメータを利用して、色違いや性別が新設された。これらの詳細については、ポケットモンスター金、銀を参照。ここでは主に、赤、 緑、青、ピカチューバージョン側の観点での特徴を挙げる。金、銀では一部の技マシンが新たに店売りやコインと交換できる景品になったほか、クリスタルでは技教えも登場して覚えさせやすくなった技がいくつかあるため、これらを経由することで一部の技は従来よりも楽に覚えさせることができる場合がある。また従来の技であっても覚えられるポケモンに一部変更があったため、 従来は覚えられなかった技を覚えさせることもできる。自力で覚えるレベルにも一部変更があったため、従来よりも早いレベルで覚えさせたり、逆に人と忘れさせた技を従来より高いレベルで覚え直したりといった応用もできた。一部の技については、ピカチュウバージョンの頃から同様である。なお、これまでは一度覚えた技を忘れさせるには、新たな技を覚えて上書きするしか方法がなかったが、 金銀クリスタルを経由すれば、技が一つしかない場合を除いて任意に技を消せるようになった。これを利用すれば、本来は忘れさせることができなかった、火で、無技も消すことができる。能力を上げるアイテムも青い項は、マックスアップが店売りに加わっているので、赤力から金銀クリスタルを経由した場合も、同様に利用できる。その他同じポケモンであっても野生で、 出現時のレベルが低いものがあったり、卵から生まれたポケモンがレベル5で一部の技を受け継いでいたりすることから、ポケモンスタジアムのようなレベル制限のあるルールに向けた育成にも役立った。ただし対人戦では、金銀クリスタルの経由が認められているかどうか、ルール確認が必要になる可能性もある。後発のピカチュウバージョンは金、銀、 クリスタルとの連動が特に強化されており、金、銀、クリスタルに登場する一部のアイテムは、ピカチュウバージョンとの通信交換からでしか入手できないものがあるほか、図鑑についても、口日のように金、ね、銀、クリスタルとの通信で完成させやすくなっている。金、銀、クリスタルと連動できるようになったことにより、いくつかの観点から、赤、緑、青、ピカチュウにおける図鑑の完成も、 多少容易になった。まず、これまで1回のプレイで1匹か2匹しか入手できなかったポケモンのうち、伝説、幻を除くものは金、銀、クリスタルの卵のシステムを利用することにより量産できるようになったため、一部のポケモンは周回プレイせずに揃えられるようになった。また進化に必要なアイテムのうち、月の石は金、銀、 クリスタルにおいて時間さえ立てばいくつでも入手できるため、そちらで進化させることもできる。ただしそれ以外の炎、水、リーフ、雷の石は逆に赤、緑、青、ピカチュウでは、店売りで、無人像に入手できたものが、金、銀、クリスタルでは、入手難になっている。さらに通信交換できる、相手のバリエーションが増えた分だけ、 通信交換でしか入手できないポケモンが入手しやすくなった。それまでは赤、緑にしか出現しないポケモンがいたため、幻のポケモンを除いて図鑑を完成させるには最低でも赤、緑の両方のバージョンが必要だった。しかし、バージョンによっては入手できなかったポケモンは、金、銀、クリスタルのいずれでも入手できるものが多く、例外は以下の4種と、その進化型しかいない。 いずれのバージョンでもこのうちに系統以上はカバーしているため、旧作と新作との間では、どのバージョンを組み合わせても、旧作側で入手できないものは2系統以下となる。この4系統に限れば、赤、緑、青での出現パターンがそれぞれ金、ね、銀、クリスタルのものと同様なので、赤と緑を組み合わせる場合と同じように、赤銀や金緑という組み合わせでも、 幻を除く150種類の図鑑を完成させられる。ピカチュウバージョンに至っては銀、またはクリスタルのいずれかと組み合わせればピカチュウ側の図鑑を完成できる。青バージョンのみ、特定の2本だけで図鑑を完成できるという組み合わせが存在しない。なお、金、銀から新たに登場した。 幻を除く99種類の新ポケモンについては、どれか一つのバージョンでしか登場しないようなポケモンはいないので、任意の2本の組み合わせで集めることができる。そのため蒸気の組み合わせにクリスタルバージョンを絡めた3本で、新作側を含めた249種類の図鑑を追加で完成させることもできる。青バージョンだけは、そのような組み合わせが存在しないが、 クリスタルにこだわらなければ、金銀を組み合わせればよく、同時に旧作側の150種類の図鑑も完成する。この点は赤、緑、ピカチュウについても同様である。2015年11月13日のニンテンドー、ダイレクトにて、赤、緑発売から20周年となる2016年2月27日に、ニンテンドー 3DS 用バーチャルコンソールソフトとして、 赤、緑、青、ピカチュウの4バージョンが配信されることが発表された。バーチャルコンソールのゲームボーイ用ソフトとしては初めて通信プレイに対応しており、ワイヤレス通信を利用してオリジナル版同様に交換と対戦が可能。また、オリジナルであるギガバイト版は GBA の Ruby s a イア以降のシリーズとは一切のデータのやり取りが不可能であったが、VC 版では ポケモンバンクに対応しており、これを利用して2016年11月18日に発売されたポケットモンスターンムーン、または2017年11月17日に発売されたポケットモンスターウルトランウルトラムーンへポケモンを連れて行くことができる。任天堂 e ショッ e で販売する通常のダウンロードソフトの他にもパッケージ商品として4バージョンそれぞれが 以下に記載する三種類の携帯で発売されている。http コロンスラッシュスラッシュ www.vhcchartz。com スラッシュゲームズスラッシュゲーム。phpid イコール。四千三十＆ディージョン。イコール。オールハット。ポケットモンスター赤緑ポケットモンスターオフィシャルサイト株式会社ポケモン。二千十五年六月二十日閲覧。 富沢、秋人、ゲームフリーク104ページ富沢、秋人、ゲームフリーク遊びの世界標準を塗り替えるクリエイティブ集団115から118ページゲームフリーク遊びの世界標準を塗り替えるクリエイティブ集団104ページスペシャル対談 4httpww.bigcharts.com ゲーム4035ポケモンイエロスペシャルピカチューエディション 最新版、ポケモン年表から1996年、任天堂。2015年6月24日閲覧。月刊コロコロコミック1997年10月号、ファミ通販売本数ランキングトップ30。ファミ通ドッ .com。2016年9月29日閲覧。2016年4月28日決算説明会。任天堂。 2016年4月29日閲覧。任天堂ダイレクト二千十五点一2015.1113堂。二千十五2015年12月2日閲覧。ポケットモンスターシリーズの原点。ポケットモンスター赤、緑、青、ピカチュウ、バーチャルコンソールにて2016年2月27日配信開始。ポケットモンスターオフィシャルサイト。株式会社ポケモン。 2015年12月2日閲覧。ポケットモンスターザムーン公式サイト。株式会社ポケモン。2016年2月27日閲覧。杉森県。ツイッター。2017年1月21日閲覧。杉森県。ツイッター。2017年1月21日閲覧。2月27日はポケモンデポケモンの最新情報が盛りだくさん ポケットモンスターオフィシャルサイト2020年2月5日閲覧ありがとうございます。